こんにちは、中央区です。今週のラインナップです。はじめに緊急事態宣言の発令に伴う区の対応と新型コロナウイルスワクチン接種について、区政情報をお届けする中央ブックマークでは中央区聖火リレーサポーターの募集について、特集はアンテナショップ巡りと題して、区内に新規開店、新装開店したアンテナショップの魅力をご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの荻野直美です。現在、緊急事態宣言が発令されています。まずはこれに伴う区の対応と新型コロナウイルスのワクチン接種についてお伝えします。政府は5月11日火曜日までを対象に4都府県に緊急事態宣言を発令しました。これに伴い、東京都から緊急事態措置として不要不急の外出自粛、施設の使用制限などが要請されています。区民の皆さんは引き続き感染拡大の防止にご協力をお願いします。区の対応方針についてです。原則として区施設の利用を休止しています。ただし、セレモニーホール、浜町メモリアル、公設浴場3カ所は開設しています。子育て支援施設、障害者施設、高齢者施設のサービスについては利用の自粛をお願いしています。区立学校並びに幼稚園の教育活動については感染症対策を徹底しながら継続しています。ただし、飛沫が飛散する可能性が高い一部の教育活動については状況を確認しながら実施の可否を検討します。認可保育施設などについては6月30日水曜日まで登園の自粛をお願いしています。区が主催するイベントについては原則として中止または延期とします。緊急事態宣言の発令に伴う区施設の利用については各施設のホームページでご案内しています。続いて、新型コロナウイルスのワクチン接種についてです。区へのワクチンの供給は5月9日日曜日までに3900回分が予定されています。5月1日土曜日から高齢者を対象とした新型コロナワクチン接種を開始しました。区へのワクチンの供給に応じて年齢区分を設け、接種券を順次送付します。お手元に届くまでお待ちください。第1期の接種券送付対象者は高齢者施設の入所者と区内に住民票がある85歳以上の高齢者です。対象の方には4月23日金曜日に接種券を発送しました。接種には事前予約が必要です。接種券の受け取り後は中央区新型コロナワクチンコールセンターに電話で予約をするか、中央区新型コロナワクチン接種特設サイトで予約を行ってください。接種費用は無料です。その他、新型コロナワクチンに関する最新情報については特設サイトをご覧ください。予約をしないで会場にお越しいただいても当日受付はできませんので、ご注意ください。続いて、区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は中央区聖火リレーサポーターの募集についてです。現在、区では区内の聖火リレー運営にご協力いただく
中央区聖火リレーサポーターを募集しています。ボランティアの活動日時はオリンピック聖火リレーが7月20日火曜日午後4時30分から8時30分まで、パラリンピック聖火リレーが8月24日火曜日午前8時から11時30分までです。応募対象者は平成18年4月1日以前に生まれた15歳以上の区内在住・在勤・在学の方です。応募時点で18歳未満の方は保護者の同意が必要です。募集定員はオリンピック聖火リレーがおよそ1240人、パラリンピック聖火リレーがおよそ500人です。5月14日金曜日までにご覧の二次元コードから電子申請で申し込むか、郵送でお申し込みください。また、活動にあたって区が作成したオリジナル T シャツを支給する予定です。活動内容など詳しくは区のホームページまたは区役所日本橋月島特別出張所にある中央区聖火リレーサポーター募集要項をご覧ください。応募の結果は5月中旬以降メールで通知します。詳しくはオリンピック・パラリンピック調整担当課大会対応係までお問い合わせください。続いては特集アンテナショップ巡りです。今回は石川県と兵庫県のアンテナショップ2店舗をご紹介します。銀座2丁目石川県のアンテナショップ石川百万石物語江戸本店は令和2年3月にリニューアルオープンしました。店舗は3フロアに分かれていて、和洋菓子やお茶、伝統工芸品など加賀百万石の文化を感じる品々を取り揃える1階、海の幸、山の幸を使った各種加工食品、独自の発酵食文化が生きる地酒や調味料などが並ぶ地下1階、そして2階のスペースは伝統工芸の展示ギャラリーや観光案内所などがあり、食と技の石川県を満喫できるアンテナショップになっています。石川百万石物語江戸本店販売スタッフの魚崎です。私のおすすめの一品はこちら、ブリのたたきです。厳選した国産のブリを塩たたきにしたもので、濃厚で良質な脂と旨味が口いっぱいに広がります。お薬味を乗せてお刺身やカルパッチョにしていただいても美味しくお召し上がりにいただけます。続いて2品目はこちら、健常加賀坊茶です。新茶である一番茶の茎の旨味を損なうことのないよう浅く煎じたお茶です。大変香ばしい豊かな香りが特徴で、とっても幸せな気分になれますよ。金壺をはじめとして石川県には美味しい和洋菓子がたくさんございます。大変お茶に合いますので、ぜひご一緒にお楽しみください。石川県では古くから伝統文化が栄えておりまして、当ショップでも伝統工芸品を取り扱っております。その中でも私がおすすめするのはこちら、九谷焼ヘアアクセサリーです。九谷焼は江戸時代から石川県の加賀地方で作られている繊細な柄を特徴とした伝統工芸品です。伝統的な九谷焼は高価でありますが、
普段使いできるようにアレンジされたアクセサリーや食器もたくさん取り揃えております。石川百万石物語江戸本店は地下鉄銀座一丁目駅すぐそば、銀座駅徒歩5分です。年末年始を除く年中無休で営業しています。石川百万石物語江戸本店では、石川県の美味しい食、美しい工芸品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。日本橋室町4丁目には兵庫県の淡路島洲本市のアンテナショップ日本橋室町洲本館があります。店内には瀬戸内海の温暖な気候によって育った甘みが強いとされる淡路島玉ねぎをはじめ、洲本市の事業者を中心にセレクトした商品が所狭しと並びます。日本橋室町洲本館の高木です。私のおすすめの商品の一つはこちら、秋山かまぼこさんの大たこ天です。丹念に練り上げた魚のすり身の中に淡路島産のタコと玉ねぎをたっぷり使用した食べ応え抜群のかまぼこです。お酒のおつまみにもぴったりですし、そのままお召し上がりいただいたり、お好みでお醤油をつけていただいてもとっても美味しいです。続いてはこちら、永手長栄堂さんのオレンジスティックです。ほろ苦いナルトオレンジのピールをベルギー産チョコレートでコーティングした、島内でもとっても親しまれているお菓子です。オレンジの爽やかな味わいとチョコレートのビターさがとってもマッチしたティータイムにおすすめのお菓子です。全国菓子博で最高賞を受賞しました。また店内にはテイクアウトも可能なイートインコーナーが併設されており、淡路島の魅力が詰まった料理などを楽しめます。当店のテイクアウトメニューのおすすめはこちら、淡路島牛丼です。淡路島の名産玉ねぎと淡路牛、淡路島産のお米絹光を使用した牛丼です。東京中央区にいながら淡路島を満喫できる牛丼をぜひお召し上がりください。日本橋室町洲本館は地下鉄三越前駅徒歩3分、営業時間はご覧の通りです。日本橋室町洲本館は淡路島の魅力がたくさん詰まったアンテナショップです。ぜひお気軽にお越しください。営業時間は変更になる可能性があります。詳しくは各店舗のホームページをご覧ください。続いて中央区からのお知らせです。区では子どもたちを路上犯罪から守るため、地域の皆さんの協力を得て緊急時に子どもが避難できる場所、子ども110番を設置しています。これはご協力いただく家庭や店舗、事業所などの皆さんに、子どもが助けを求めてきた際、安全に保護した後、学校や保護者、警察へ連絡、通報していただくものです。学校と地域が一体となって、子どもたちの安全を確保するために、より多くの方のご協力をお願いいたします。ご協力いただける方は、通学区域の小学校にご連絡ください。子ども110番について詳しくは、学務課学事係までお問い合わせください。さて、お伝えしてまいりましたこんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は5月9日日曜日です。それでは。